はい、トロチャンネルです。今回はですね、前回の続きになるんですけど、前回から、この車、アルトターボ RS の最後の、ロングツーニングということで始まったんですけど、今走ってるところは、大阪ですね。大阪の街中入ろうかなというところですよね。目の前に野田阪神の駅があってってとこですよね。大阪町中入るの3時頃ってね、目処立ててたんですけど、今2時20分なんで、だいぶ順調に来れてますよね。運転始めて2時間ぐらいですね。左方向 1km 先、レベル3ステルス式取締りエリアですよ。1km 先、レベル3レーダー式取締りエリアですよ。で、今走ってるのが2号線です。新道でしたっけ、そこで1号線になるはずなんですよね。今外気がね、今まで走ってて2度とか3度やったんですけど、大阪の街中入ってなんか急に5度まで上がって、やっぱ街中は暖かいんですかね、なんかよくわかんないですけど、ということでもうちょっと走ったらね、もう大阪駅近辺なんですけど、その辺タクシーがね、確かひどかったって言ったんですけど、多かった感じがするんで、ね、夜の都心って言ったらあれですけど、街中をね、なかなか走ることなんてないんで、右方向レベル3レーダー式取締りエリアですよ。スピードに注意しましょうね。レーダー式取締りエリアですよ。スピードに注意しましょうね。さすがにね、2時半って言っても結構な車通りがありますよね。
づいたら、うん、横も後ろもタクシーですね。なんか知らんうちにタクシーが本当ね、ナビがないと走れないですね。入り組んでて時間がないっていうのはやっぱ怖いですね。さっきからこれしか言ってないんですけど、タクシーだらけですね。今気づきましたけど、いつの間にか1号線になってますね、看板が。
すごいですね。2時半、はい、まだ普通にお店開いてますね。環状線ですね。これ曲がったら京橋駅なんですけど、ずっと通ってもここは左結構路地多いですね。なんで実質右側車線しか走れないっていう。